今日は試験でよく問われるローカルループバックアドレス、マルチキャストアドレス、リンクローカルアドレスについて説明していきます。まずは軽く復習から入っていきます。今までの動画でグローバル IP アドレスは WAN で使われるインターネット上で1位のアドレスと説明しました。プライベート IP アドレスは LAN で使われるそのネットワーク内で1位なアドレスということを説明しました。また、ブロードキャストアドレスはホスト部のビット列をすべて1にしたもので、そのネットワークのすべての端末にデータ送信する場合などに使うことを説明しました。まず、ローカルループバックアドレスは自分自身を指す特別な IP アドレスになります。IP コンフィグで自分自身に割り当てられているプライベート IP アドレスを見たりしますが、それとは別の IP アドレスになります。プライベート IP アドレスは他の端末との通信に使えますが、ローカルループバックアドレスは自分自身の端末内だけで使われる IP アドレスになります。IP アドレスの体系は決まっていて、127.0.0.1 から127.0.0.254 の範囲となります。一般的には127.0.0.1 が使われます。利用用途ですが、例えば自分自身の端末自体にウェブサーバーを立ち上げた時の例で見ていきましょう。この画面は ZAMP といってインストールするだけで容易に Apache のウェブサーバーや MySQL のデータベースサーバーなどまとめて使えるようにしてくれる便利なアプリケーションになります。まず Apache を停止した状態でウェブブラウザにローカルループバックアドレスである 127.0.0.1 にアクセスします。ウェブサーバーが立ち上がっていないのでタイムアウトになります。それでは Apache のウェブサーバーを立ち上げます。スタートを押すだけで簡単にウェブサーバーが起動できます。ローカルループバックアドレスに HTTP でもう一度アクセスします。今度は画面が表示されました。これは自分の端末から自分の端末の中にある HTTP のサービスにアクセスし、画面が表示された流れになります。では、無線 LAN や有線 LAN につながっていないスタンドアローンの状態にしてローカルループバックアドレスにピングコマンドを発行してみます。自分自身の端末は起動しているのでピング応答が返ってきたことがわかります。実際の開発現場では自分自身の端末にサーバーを構築しローカルホストというドメインでアクセスすることがあります。先ほどのローカルループバックアドレスの代わりにローカルホストを指定してみます。先ほどローカルループバックアドレスを設定した画面と同じ画面が表示されました。ローカルループバックアドレスはループバックアドレスとも言われたりします。次にマルチキャストアドレスは特定の端末グループを指定するアドレスになります。先ほど出てきたブロードキャストアドレスはそのネットワークに属する全端末と通信する場合に用いられるものでしたが、マルチキャストアドレスは1台の端末やサーバーから特定の複数の端末と通信する場合に使われます。マルチキャストアドレスは2進法基準では先頭のビット列が1110と決まっています。クラス D が使われ、初めの4ビットがマルチキャスト IP アドレスであることを示し、残りの28ビットはマルチキャストグループを指定するのに使われます。十進法基準では28ビットの部分をすべて0にした 224.0.0.0 からすべて1にした 239.255.255.255 の範囲となります。マルチキャスト通信ではトランスポート層はコネクションレスの UDP を利用するので信頼性はありません。利用用途としてはテレビ会議などのリアルタイム配信などに使われたりします。このマルチキャストアドレス自体はテレビ会議ソフトなどのアプリケーションが管理しています。ですので私たちはこのマルチキャストアドレスは日頃はあまり目にすることはないアドレスになります。例えば、マルチキャストアドレス
224.1.1.1 のグループと通信する例で見ていきましょう。端末 A と B はマルチキャストアドレスである 224.1.1.1 に属しています。端末 C と D は属していません。画像配信サーバーはマルチキャストアドレス 224.1.1.1 宛にパケットを送信します。ルーターを経由してそのパケットが LAN 内に届きます。 L2 スイッチではどの端末がどのマルチキャストアドレスのグループに属しているかがわからないので、すべてのポートから届いたデータをフラッティングします。データを受け取った端末は自身が所属するマルチキャストアドレスの場合はパケットを受け取り、そうでない場合はパケットを破棄します。ここで覚えておいてほしい用語に IGMP があります。配信サーバーがマルチキャストアドレスに対して配信を行った場合、ルーターはどのネットワークにデータを届けるかを把握しておく必要があります。これは受信アプリをインストールした端末から事前にルーターに通知しておく必要があります。この場合だと 224.1.1.1 に所属しましたということをアプリをインストールした端末がルーターに対して知らせます。グループを離脱する場合も同じように端末から通知します。このようにホストがルーターに対してマルチキャストグループへの参加、離脱、維持を通知するためのプロトコルを IGMP と言います。次にリンクローカルアドレスについて説明していきます。リンクローカルアドレスはプライベート IP アドレスを割り当てる役割を持った DHCP サーバーが存在しないネットワーク内や、DHCP サーバーが何らかの原因で IP アドレスを割り振れなかった場合に使える特別な IP アドレスになります。 DHCP サーバーが存在しなくてもこのリンクローカルアドレスの中から個々の端末が IP アドレスを割り振ることから自己割り当て IP アドレスとも言われています。リンクローカルアドレスは 169.254 で始まるアドレスになります。範囲としては169.254.0.0 から 169.254.255.255 の範囲となります。このリンクローカルアドレスの中からランダムに一つの IP アドレスを選んで自動的にプライベート IP アドレスを設定する機能をオートマティックプライベート IP アドレッシングを略して APIPA と言います。またはオート IP とも言ったりします。ただ基本的なネットワーク構成では DHCP サーバーを設置し、 DHCP サーバーがアドレスを割り振ることになるので、このオート IP でのリンクローカルアドレスが使われる場合は DHCP サーバーで割り振る IP アドレスが枯渇してしまった、ダウンしてしまったなど、実際にはネットワークのトラブルが起きている場合が多いようです。以上になります。